聞く買いカメルマガ2019年5月8日お楽しみ様です。一般社団法人開花 GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開花より応援しています。本日の開花メッセージ、心が満たされていかない仕組みと満たされていく仕組み。昨日のメルマガ連休明け心の声を拾うでは感想を何名もいただき大変ありがとうございました。さてその続編ともなります。満たされていない仕組みと満たされていく仕組み、私は両方を味わっていて知らず知らずに満たされていかない方をずっとやっていました。そこは本当に苦しく毎日マイナス貯金をしている感じでした。でも満たされていく方をやると毎日プラス貯金をしている感じでどんどん楽に幸せになってきているので、もう満たされない方は完全にはまらなくなっています。どうやるのか。基本概念は他己評価は自己評価の10分の1です。これは以前もお話ししていた内容です。これからお話しする数値はイメージとして捉えてくださいね。どういうことかというと、周りの人があなたのことを認める他己評価、この量を1とすると、あなた自身があなた自身のことを認める自己評価、これは10倍大きい。例えば自己否定をしながら周りに私のこと認めてよとやっているとします。すると周りがどんなに褒めてもそれはプラス1の量ですが、自分が自分を否定すると10倍で入るので、なんとマイナス10です。するとプラス1引く10はマイナス9。人から求めようとするほどどんどん苦しくなっていきます。この感覚がわかる方多いと思います。私もかつては相当こちらでした。逆に自分が自分を全肯定していれば、周りがどんなにひどいことを言っても入ってくる量はマイナス1です。自分が自分を肯定しているからそれはプラス10で入ります。するとマイナス1プラス10イコールプラス9、つまり毎回毎瞬プラスになります。だから本当に自分が自分をどう思うか、自己評価は重要です。しかもこの認めるというところを量子力学的に見てみます。自分から認めてよーとフォトンを出すと、あなたの周りのフィールドは認めてよーのヘルツの波が漂っています。すると相手から返ってくる波は認めてよー、あなたに認めてもらおうという人が集まってきます。これは実は相当苦しいです。付き合う人がだんだんそのヘルツを出してきます。それは自分発信の引き寄せです。逆にあなたが自分自身を認めるということをやっていると、あなた発信のフォトンは自分を認めるなので、あなたの周りのフィールドは自分を認めるというヘルツの波が漂っています。すると相手から返ってくる波は自分を認める、つまりお互いに自立した人たちが集まってきます。この状態は非常に楽です。自分の自己実現、夢の実現に向かって仲間と協力しながらスムーズにことが運びます。心が満たされていかない仕組み、それは
認めてよと外へ求めている状態です。心が満たされていく仕組み、それは私よくやってるよねと自分にねぎらいヘルツをかけている状態、自分褒めをやっている状態です。自分褒めは脳みその考え方の回路です。それは1週間から3週間くらいで変わってきます。寝ている間に脳は1日のことをどんどん整理しています。寝る前、ああ今日も疲れたな、早く寝ようと思って寝ると、脳は疲れたという回路を作っていきます。ああ今日も私偉かったよね、よくやったじゃんと思って寝ると、脳は私よくやったじゃんという回路を作っていきます。だから本当に寝る前の自分褒め日記プラス感謝行はすごく重要です。私のうつは診断されてから薬をもらわず、それ以降病院にも行かず日記で治りました。考え方です。日々やる。やり方は説著107ページにまとめてありますので、参考にされてくださいね。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。